川端です。よろしくお願いします。今回はこの連立方程式を解きなさいという問題です。ちょっと普通の連立方程式とは違いますよね。分母に x、y という文字が入ったり、x と y かけたものがあったりってことね。じゃあこの辺ね、どのようにして処理していくかっていうね、話をしていきたいというふうに思います。まずこの下の式なんですけれども、これをですね、うまく変形します。 どう変形するかというとですね、両辺、x, y で割ってください。そうすると、x を x, y で割ると、このようになりますね。つまり、y 分の1になります。また、y も x, y で割ると、 約分して x 分の1になります。なので y 分の1引く x 分の1イコール xy だったら1というぐらいになりますね。で、そうするとですね、えー、今度、この上の式が x 分の2たす y 分の3ということなんですけれども、この x 分の2をですね、これを 2×x 分の1って考えですね。 で、y 分の3もですね、3かける y 分の1って考えるんですよ。そうすると、この上の式、丸1の式はですね、どのように変形されるかっていうと、2かける x 分の1、プラス3かける y 分の1、イコール10というぐらいになるわけです。ということで、えー、この式ですね、 この x 分の1と y 分の 1, 1、同じものが出てきました。したがって、えー、この x 分の1と y 分の1をですね、それぞれ文字で置きます。x 分の1を例えば a、y 分の1をそれぞれ b と置きましょうか。そうすると、えー、この上の式だったら b-a イコール1という具合になり、えー、下の式だったらここが A でここが b になるから 2a+3b=10 す b イコール10というぐらいになりますねそうするとだいぶね見た目がシンプルになりましたえそしたらえ例えば上の式2倍して a の係数そえましょうかちょっと左と右逆にしますが2倍するとマイナス2 a たす2 b イコール2下の式はそのまんまよってこれ足し算して 5b イコール12という具合になって b イコール5分の12と出て。で、b が5分の12と出れば代入しますね。ここに上の式に代入した方がいいかな。上の式に5分の12代入すると5分の12マイナス a イコール1で。と、マイナス a イコール1引く5分の12で、マイナス5分の7と。したがって a イコールえー5分の7と。 歪う具合に出ます。そしたら、えー、ただ今求めたいのはあくまでも x と y ですから、えー、x 分の1が a ということなので、えー、x 分の1が a ですから、えー、a が5分の7なので、5分の7、x 分の1イコール5分の7という具合になり。でそしたらこれ、分子分母ひっくり返しますね、えー。5分の7を分子分母ひっくり返したら7分の5。 x 分の1は1分の x。つまり x なんですね。この逆数を取るって言い方をしますけどね。また、この b イコール5分の12。これからですね。え、同じように y 分の1が b ですから、え、y 分の1イコール5分の12という具合になって。で、最後また分子と分母をひっくり返して、1分の y。つまり y イコール12分の5という具合に出ます。従って、答えは、 x イコール7分の5、y イコール12分の5と出るわけです。はい。で、一応ですね、あの、答えですね、代入してね、ちょっと確認しておきましょうか。例えば、下の式にね、ちょっと入れてみましょうか。えー、x 引く y ということでね、x が今、7分の5で、えー、y が、え、12分の5ですね。えー、これ引いたもの、計算したときに、 えそうすると分母は 7×12 で84分のこっちは12倍して 5×12 で60ひくこっち7倍して35ということでえ84分の60引く35で25ですね。で、これ、x と y かけたものということでね、これとこれかけたものね、7分の5とえ12分の5かけたら確かに84分の25ということで合ってますね。 はい。ということで、できてるということがわかります。はい。えっ、ー、と、こちらに書きましたね、オンライン数学塾をね、えー、私運営しております。塾にね、通ってるけど、なかなか数学のね、成績が伸びない方や、あとですね、普段、もう部活とかで結構忙しい方ですね。この、ね、オンラインで受けるっていうのはね、本当にね、便利ですよ。家で受けられるんですから。家でね、あの、スマホ、 もしくはね、パソコン1台あればね、授業普通に受けることができますので、あのー、外にね、出る必要もなかったりするので、ね、忙しい方はね、ぜひ、あのー、だけど、数学の成績、ちょっとこのままやったらまずいぞと思ってる方ですね、えー、私のね、オンライン数学塾の方にですね、無料体験もできますので、ね、一回経験してもらえればというふうに思います。以上で解説終わります。では。